SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしよっか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違ってあたしは職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由にの世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。
あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、GGO 生まれじゃないんですよ。でも、いくらレアとは言っても、シリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。もうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノイよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直、すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。トクン、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。
ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけど、アファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り、GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、しょっぱなから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。
クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんと、すごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何て言うの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だから、ガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は町にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。こないだあるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注、よし決まりだ。俺についてきて。